エフィングココゾということなんですが、はい、この意味の由来は何でしょうか。ストッキングを履くと気持ちがシャッキリすることってあるじゃないですか、はい、その気持ちにいつでもなれるように履いた時に、うん、ここぞという場面で対応できるようにこちらの名前を付けさせていただきました。はい、あとは学生さんの皆さんは、うん、入学式や就職活動、そしてお仕事されている方、お仕事の時や結婚式やデートの時、あのここぞっていう時にぜひ使っていただけたら嬉しいなと思います。今ちょうど就職活動の時期ですし、はい、あのアフターファイブに何かある OL さん、ワーキングレディの方たちとか、そしてあの大事な会議があるぞという時にぜひ使ってほしいです。お二人のここぞという時はどんな時ですか。ここぞという時、なんか今日はすごく楽しい撮影があるとか、そういう時も朝からやっぱりもう目覚めた瞬間からなんか気持ちが違うんですけど、あとはあの仕事が終わった後にみんなでご飯を食べに行く時とか、うん、今日はもうなんか何でしょうね、何にも気が抜けないなみたいな時はありますね。もう何なんだろう、あんまり気にしてないってことは毎日がここぞっていう感じなんですか ね、はい、毎日緊張して生活をしているということなんでしょうかね。そうです ね、はい、毎日楽しくここぞという生活を送らさせていただいてます。パッケージもカジュアルなのでとても男性にも買いやすいと思いますし、履いてっていうか、なんか下着というよりは本当に日常のお洋服みたいな感覚でちょっと上げてもらえると、そのここぞのメッセージも聞いてくると思います。ちなみに男性にプレゼントされるとき、どんな言葉を超えられると嬉しいですか。身につけてね。ストッキングもそうですね。何どうしようか。愛してるよ。いつもそばに置いてね。小池栄子さん、ご結婚おめでとうございます。幸せに。いいよ、はい、小池栄子さん、ご結婚おめでとうございます。お二人を拝見していてすごく幸せそうだなっていうのが伝わってきました。私も、ね、幸せになりたいしね、もうちゃん、ね、うん、ついてこうね、ついてこうね。いつもこれじゃ。はい、幸せになってください。おめでとうございます。お二人ご結婚の予定は。ないですね。ある？ない。あるといいね。ね。